どうも、おつか歴史、歴史くんでございます。8月23日、今日の歴史3分講座。あの難攻不落の岐阜城は、実は何度も落とされていた？よー！本日8月23日は、関ヶ原の戦いの前哨戦となった岐阜城の戦いが起きた日でございます。この戦いは関ヶ原の戦いの約1ヶ月前ですね、織田信長さんのお孫さんにあたります、織田秀信さんが城主を務めてた岐阜城にですね、関ヶ原の東軍となった福島正則や池田輝政が攻め込んで、わずか1日で落城してしまうんですね。まあ、織田秀信さんはですね、当時西軍の中心的な存在だったんですけども、その拠点である岐阜城があっという間に落とされてしまうということで、東軍が戦いを優位に進めていく大きな要因の一つになったわけですね。で、岐阜城というと、まあ元々は稲葉山城という名前で、斎藤道三から始まる斎藤家三代の居城だったわけですね。斎藤道三、斎藤高政、まあ義辰さんですね。で、三代目が斎藤辰興さんですね。で、辰興さんの時に信長が滅ぼして、新たな拠点として岐阜城と呼ばれるようになるわけですね。で、信長が大改築を行って、日本を代表する名城になったわけですね。で、よくこの稲葉山岐阜城の紹介するとき、難攻不落と称されるんですけども、歴史を見てみるとそんなこともないんですね。実はね、この稲葉山城、岐阜城がですね、落とされた回数を数えてみると、なんと7回も落とされているんですね。これはちょっと驚きですよね。まあ、稲葉山城は当初ですね、美濃の守護の時家を支えていた守護代の斎藤家の居城だったんですね。で、この斎藤家は後に道三が乗っ取る斎藤家ですけども、その乗っ取る前の段階でですね、その斎藤家の家臣であった長井長広という人と、これよく長井って名字なのに長広って名前つけたなっていつも思うんですけど、まあそれは置いといて、その長井長広さんと長井新左衛門の城という方がいるんですけど、この二人が謀反を起こして稲葉山城を落としてるんですね。で、この長井新左衛門の城という方が、実は斎藤道三のお父さんと言われてる方ですね。で、この方か、もしくは道三の時に長井長広を暗殺して長井家を乗っ取って、で、その後斎藤家も乗っ取っていって、最終的に時家を追放して美濃一国を治めるということですね。で、その拠点がこの稲葉山城だったわけですね。で、その後道三とその後継いだ高政の時代には落とされてませんね。その辰興の時代に2回落とされてますね。まずは家臣の竹中半兵衛の謀反にあって、わずか16人に乗っ取られてしまいますね。ただその後斎藤辰興を支持する勢力の反撃にあって、また稲葉山城を明け渡してるんですね。まあ開城ということですね。つまりこの段階ですでに3回ですね。で、その後ですね、永禄10年1567年に織田信長がこの稲葉山城を攻略しますね。まあ稲葉山城の戦いですね。だからこれで4回目ですね。で、信長の時代には岐阜城落とされてないですね。ただ本能寺の変の直後にまた1回落ちてますね。本能寺の変の後、当時の城主はですね、信長の三男だった織田信孝という方なんですけども、まあ当時岐阜城から出陣してましたので、そこを任されてたのが斎藤道三の息子の斎藤利孝という方だったんですけども、これはチャンスだということで、なんと岐阜城を占領しちゃうんですね。ただその後明智光秀が秀吉に敗れて、で、織田信孝は秀吉軍の総大将としていましたので、信孝と秀吉軍が帰ってくるということで岐阜城を明け渡しております。だからまあここも降伏して開城ですけども、お城は落ちているということで5回目ですね。で、6回目はその翌年ですね。これは織田信長の後の後継者争いが元となってますね。まあ信長と共に本能寺の変で長男の信忠も撃たれてしまいまして、その後次男の信勝とその岐阜城の三男の信孝がいたんですけども、次男の信勝が秀吉のバックアップを受けてですね、織田信勝の軍勢に岐阜城は包囲されてしまうんですね。で、織田信孝は結局岐阜城を明け渡しまして、最終的には知多半島の野間にある安養院というところで切腹してお亡くなりになってますね。なのでこれが6回目、そして7回目が関ヶ原の戦いの1ヶ月前の岐阜城の戦い、福島正則と池田輝政が織田秀信を攻めて落城に追い込んだ戦いですね。で、この7回目の落城を迎えた翌年に岐阜城は廃城となって、岐阜の町には新たに加納城というお城が天下武神で築かれて、江戸時代はそちらが拠点となってますね。今あの岐阜駅を挟んで岐阜城と反対側の方にあって、石垣とか堀の跡が残されてますね。で、この関ヶ原の前の時の落城の時はですね、福島正則が大手道の方から攻めて、で、池田輝政が逆側の方の水の手道と言われる絡め手の方から攻め上って、あっという間に岐阜城は落とされてしまったらしいですね。で、どちらもね、今登山ルートで行けるので、まあ、夏は危ないですけどもね、季節を選んで登るのもいいですね。私はね、まだね、その絡め手の方、水の手道の方は行ってないので、しっかりと体力をつけて、服装とかもしっかり準備して登山したいと思います。以上、8月23日、今日の歴史3分講座でした。今日も一日、頑張る歴史。